山山下下日本共産党ののですすんぽ生命保険の不正販売について質問します一連の報道で、日本郵政グループが、んぽ生命保険に関わって、保険料の二重払いや、保証の空白期間を生じさせるなど、顧客に不利益となるような保険の乗り換え契約を繰り返していたことが明るみになりました。 9月30日発表の日本郵政グループの中間報告では、一部の調査だけではありますが、6327件もの法令違反、社内ルール違反の可能性がある事案が把握されました。私は、郵政事業全体に対する国民の信頼を失う深刻な問題だと考えますが、日本郵政の長戸社長、そういう認識ありますか。長社長社 ただいままのご質問にお答え申し上げます148年の歴史を通じて、2万4000局の郵便局ネットワークを通じて、永遠として築いてきたお客様からの郵便局への信頼、今般の漢方事件を通じて、お客様に大変なご心配とご迷惑をおかけしまして、郵便局への信頼が大きく毀存してしまったと。 感じておりまますすの思いいでございます深く経営人としても反省をしているところでございます山下君、えー、顧客に不利益を与えた具体例を紹介したいと思います。お手元の配布資料の1枚目、昨年2018年4月の NHK クローズアップ現代プラスでこの問題が取り上げられました。 え番組では、あ身近な郵便局に騙されたという、このケースがえー紹介されました、1枚目、一番右下ですけれども、70歳代後半の母親は、郵便局員の訪問を受けて、毎月4万円の支払いの生命保険を勧められた、90歳になるまで640万円を支払い続け、死亡時の受け取りは500万円、90歳まで毎月4万円も払えないといっても、3人の局員に囲まれ、 息子さんのためにと繰り返し言われて、サインをしてしまったと言います。社内ルールでは、万70歳以上の高齢者と契約するときに、家族の同席を求めるとあるが、現役郵便局員はこう証言しています。契約の作業途中で、家族の同席をお願いしないといけない、手続きがやり直しになるといえば、お客様はせっかくここまでやったのにめんどくさいとなるので、同席を拒否すると書いてもらえますかと話をすれば、 そういうい流れになると家族の代わりに郵便局の上司が同席すれば、契約が可能となる例外規定もあるというふうに紹介されています。配布資料の4枚目、これ、西日本新聞の連載、ひずむ郵政、民営化12年の現場、7月26日付ですが、認知症の女性、保険料月25万円というケースを紹介しています。親族が71歳のののの認知症の女性の郵便受けに2通の 特徳状を見つけた。えー、最速状を見つけた。漢方生命から滞納分の保険料約42万円の支払いを求めるものだった。家の中を探すと、保険証書が次々見つかり、1年間に11件の保険に加入させられていた。女性の収入は年金など月約13万円。月額保険料は支払い能力を大幅に超える25万円。女性はわからない。 郵便局の人に任せているという、数値を確認すると、1年間で200万円以上の保険料を支払っており、さらにかんぽ生命から保険を担保に75万円の貸し付けまで受けており、それでも足らずに催促状が届く事態となっていた。次男の方は郵便局が人の財産を奪うようなことをするとは思わなかった。これは犯罪だと怒りが収まらない。当然だと思います。こうした顧客に不利益を与える、もっとはっきり言えば、高齢の顧客を食い物にするような、 不正販売が部分的な調査だけでも何千件も見つ,、ま、見つかった。決して一部の特殊なケースではなく全国にはびこっているということであります。私はこの記事読みながら、胸が痛みました。なぜなら、郵政事業というのは長い間、地域に貢献し、国民から信頼されてきました。郵便局の職員、郵政労働者は、全国どこにでも、新を迅速、確実に届けること。 また安心できる金融サービスを提供することに、誇りとやりがいを感じながら働いていたはずであります。それがどうしてこんな事態になったのか、長門社長、なぜこんなことになったんですか、はい、長門社長。お答え申し上げますあの。今般の事件、6月末から、われわれとしても大変に深刻な問題であると。 自自分たち自身で認識してございます7月24日、発表させていただきましたけれども、中立公正な第三者の弁護士の方々、元は特捜の方々でございますけれども、彼らにお願いをして、第三者委員会的な特別調査委員会を立ち上げました。現在、特別調査委員会で、鋭意ですね、あの先ほど先生おっしゃっていただいた、 6000件以上のケースも、えー、これに基づいて、あの調査を、鋭意今、官報、日本郵便、日本郵政グループ全体で進めておりまして、えー、そういうものをきっちりと洗って、えー、しっかりと対応していきたいと思っております。年末までに、特別調査委員会さんの方に、えー、根本原因、それから二度とこのようなことが起こらないような再発防止策等のお提案をいた,だいただく予定でございます。私どもの方は、今、特別調査委員会さんと一緒にですね、 全部で2900万円、約3000万円ある全数調査も含めまして、今回は乗り換えに関わる案件でございますので、全体で過去5年分、全部で18万3000円ございます。この全数、しっかり調べてです、ね、お客様の方に不利益があるというようなケースがございましたら、最後のお一人まで、1円に至るまできっちりと。 事件が起こってしまって、その後で大変申し訳ないんですけれども、しっかりと対応して、不利益をお返ししてまいりたいと、そう考えて、今現在、動いている最中でございます山下君。私は全国各地の郵政労働者から直接話を聞きました。それぞれの郵便局で、んぽ生命保険の営業担当だった方、あるいは窓口業務担当だった方などから聞いたんですね。全員がかん生命保険の不正販売 無理な販売の実態があると証言をされましたそして現場の郵政労働者が揃って指摘したのは、こうした不正販売の背景に、過酷なノルマ、行き過ぎた成績主義があるということでありました。日本郵政の経営計画の中に、日本郵便が、んぽ生命からの委託を受けて販売する、かんぽ生命保険の営業目標が組み込まれていきます。それが 必達目標、絶対目標として、日本郵便の各支社、例えば東京支社、近畿支社などに、そしてそこから各集配局、新宿局、大阪・北局などに、そしてそこから各窓口局、かつて特定郵便局と言われていた窓口局にと、順々に営業目標が割り振られていく中で、最後は個人の単位でノルマとなっていくわけであります。そのノルマに追い込まれる中で不正販売が広が広った という証言が多数得られました具体的な数字を紹介しますと、2016年の日本郵政の中期経営計画では、んぽ生命保険の新契約月額保険料500億円とされています。それが各支社に割り当てられ、ある郵便局では新契約月額保険料の目標が年間3000万円となり、個人目標は年間300万円となります。顧客が支払う月額保険料を 年間300万円新規でで獲得すするという目標です、まあ、要するに月額1万円の保険料なら、年間300件の新規契約を獲得しなければならないというノルマになるわけです。長門社長、こういう構造になっているん長門社長。お答え申し上げます。3点、申し上げさせていただきます。 1> 第1点目でございますけれども、なぜこのような事件が起こってしまったのか、その大きな理由、あの最終的な分析はです、ね、年末に終える予定の特別調査委員会のレポートを待ちたいと思っておりますけれども、現状、我々の方でいろいろ分析作業を進める中でもです、ね、おっしゃるような厳しい目標が一つ、大きな理由であったのではないかと、我々も思っておりまして。 これだけが理由だとは思っておりませんけれども、大きな理由の一つであったと感じてございます。これが1点目です。2点目でございますけれども、ちょっと不謹慎かもしれませんが、私ども、郵政持ち株会社がございまして、下に日本郵便、官保生命、ゆうちょ銀行という事業会社を持ってございます。これこ、れそれぞれが事業を担当して進めております。かんぽの保険営業につきましては製造販売 分かれてておりままして製造元元ががカンプ生命販売元が日本郵便でございますで何を申し上げたいかという2点目でございますけれども、私ども、郵政としてグループ全体の営業計画を作るときの作り方なんですけれども、それぞれが会社がですね営業目標を作ってきていて、それを合計する形で、ほぼその年度の営業計画を作っているという形をとってございまして、郵政の立場で申し上げますと、その段階で、 各社から上がってくる収益に大きく乗せてです、ね、厳しい目標をかけたという印象は正直ございません。例えば、昨年度の事実で申し上げますと、昨年度、グループ全体のネット純利益、目標が3300億円でございました。昨年度は2回、情報修正させていただきまして、結果的にはです、ね、5割ぐらい増える、4794億円計上してございます。 従いましてあの、明らかに現場に厳しい目標があったと思うんですけれども、その全体計画の中の目標と、各社の目標という,うに若干ですね、えー、何か、これはわれわれの大きな問題なんですけれども、あったらうな気がしております。3点目に、えー、その郵便としての目標がございますので、これについて、ちょっと官保声明の方から3点目にご説明申し上げます。上平取締役 あのお、お答えを申し上げます。あの、あの先生の方から、あの、ご指摘がございました。五百億円という数字は、え、二千十六年度に。え、グループとして掲げた、かんぽ生命の売上目標でございます。あの、その後、まあ、低金利環境が長く続く中でですね。よろしいですか。はい。はい委員長 山下君あの私言ってるのは、そういう大きな目標が、個々の優政労働者に個人的な目標、ノルマとして共有されていく実態があるということを言ってるんですね。であの決して共有してないというけれども、現場の労働者からは、日本郵便、あるいは官方生命が決めた営業目標が、天文学的な数字がそのまま勝手に降りてくると、現場の声を積み上げたあの目標じゃないですよ。 それでね、あのそのもとで何が起こっているかといいますと、局員たちは毎月、官報やアフラックなど、それぞれ新規契約で月額保険料10万円とか20万円、目標を持たされて、毎日上司から机け叩かれて、詰められてるんですよ。でねあの、これは日本、西日本新聞ですけれども、えー、目標を達成したのはあ、全国で唯一6年連続で達成した四国支社。 目標を達成したのは最終日の3月31日、社内が喜びに沸く中、男性局員は31日の契約データを見て驚いたと、局員の家族と見られる人物が契約者になっているケースが少なくとも22件、営業実績としてカウントされた後に契約が取り消されていた事例も26件あった、これ以外の日にも妻名義での8件の保険を契約し、月額保険料が約40万円に上る局員もいたと。実態は空契約と自腹営業だったと。 こういうことがね、ずらーっとあるんですよ、私が聞いた直接優勢労働者は、母親に勧めても加入、断られた、母親に断られるような目標をどうやってやるんだと言って、不正販売に走っていったと、正直に言ってくれましたね。経営である以上、営業目標を持つことはあるでしょう。しかし、日本優政ではそれが各支店各、えー、集配局、窓口局、個人と割り振られて、 事実上のノルマとして給与されているところに重大な問題が、それが不正に走らせる要因になったと、まあ、社長は大きな一つの要因だということを認めましたけど、私、これがね、非常に大きな主要因だと思いますよ。でね、営業目標を事実上のノルマとして労働者に供与する仕掛けの一つが、研修会なんですね。目標が達成できないといわゆる研修会に参加させられることになって私が直接聞います。 漢方の営業していたある優勢労働者の生々しい証言を紹介しますと、えー、目標達成できなかった労働者が研修所に行って、どんな研修を受けているか聞いたんですけども、まあ、たまたま新人の職員の研修者の研修と一緒だったんですけども、その新人の研修者の前で、こんな先輩にはなりたくありませんと新人に言わせる。同僚たちの前で営業の際のやりとりをさせて、ダメだめだだめだと言わせる。 ある同僚の方が、いや、あそこは良かったんじゃないですかと、ちょっと褒めると、何が良かったんだと言ってだめ出しを強要される。向いてないからやめたらどうかと、退職強要もされている。これはね、私聞いて、同活喝とともに人間の尊厳を踏みにじる、パワハラ以上の研修会、これがあちこち繰り返されているわけですね。そのパワハラ研修に参加したくもうないと、そのために次第に不適正不正な営業に借り出されていくと。 そういう人は私も生まれています、永戸社長、こういう研修会が繰り返されているんじゃないですか、繰り返されているんじゃないですか。横山取締役お答え申し上げます。9月30日に公表されました特別調査委員会の中間報告におきましても、先生、ご指摘のような不適切な指導が、本件の要因となっている可能性があると。 いいいう,ふうなご指摘をいただいておりますこれまでも私ども不適切な指導が行われないようにですね、具体的に禁止事例として、死者による指導の呼び出し、あるいは管理者からの行き過ぎた営業指導の家電、メール、こうしたものを具体的にお示しして、防止に取り組んできたものでありますが、これが是正ができていないという状況というものを確信して 確認をいたしておりますので、この辺につきまして、さらに徹底した指導を行っていく考えでおります山下君あの、ね、やっぱり営業目標がノルマにとしてね、実は共有されている中で起こっていることなんですよ、個人ノルマだけじゃないですよ、えー、各支社ごとの目標お、郵便局ごとの目標、ここ、絶対目標になる中で、そうこういうどう喝的な指導が行われているわけですね、そのためにね、うつ病になってやめた。 という方もいるんですよもう再,再起できない状況にね、追い込まれちまった本当悔しい状況だと思います。えー、2010年以降、年度ごとの、えー、退職者数、そのうち勤続1年未満、2年未満、3年未満の労働者、何人か報告いただきたい。それからもう1点、えー、日本郵政グループでどのような種類の研修が、どの程度の頻度で、どのぐらいの人数を対象に行われているのか、この2点お答えください。 取締役あ横山取締役お答え申し上げます退職、休職となっております社員数につきましては、経営にかかる数字でありまして、これまでも公表していないということでございますので、大変恐縮でございますが、具体的な数につきましては、差し控えさせていただきたいというふうに思いますが、退職の理由、 これについて申し上げますと、営業が不向き等々、あるいは指導育成方法への不満といったものが挙げられておる次第でございます研修,は研修につきまして、すべての研修の具体的内容については、把握しておりませんけれども、販売スキル等に応じた、この能力に応じた研修を段階的な形で、社員育成の鑑定から、 行っていいることは事実でございます山下君私はね、この研修とその結果の退職、これね、非常に深刻ですよ、不正販売の一つの大きな要因になってますからね、再発防止というんだったらね、これ、明らかにしてメス入れないと再発防止になりません、委員長に、えー、要請しますけれども、日本郵政の研修会と退職者の実態について、当委員会に資料提出させるよう、お分かください山下君の件につきましては、五国理事会において協議をいたします。山下君 山下君一方で、成績の良いものは観光地でのクルーズや、高級ホテルでの宴会など、飲み食い研修ともいうような内容がやられています。どんな内容、どんなやり方でも契約を多く取れば褒められ、給料の手当も多くなり、中には商品券などが出されたり、契約を取れそうな、満期に近いお客さんの名簿を回したりすると聞きました。あ重大だと思いますがさらにです、ね、そのようなあ成績 えー、優秀者の中からインストラクターなる人が生まれて、局員にアポ取りをさせて、一緒に回り、無理な契約を取る手法が伝授されているということも伺いました、えー、例えば、この保険に入ると相続税の節約になるという相続和法とか、貯金の,もの,ないものようなものですという和法もうすぐ75歳になりますね、その前に入っておかないと入れなくなりますよとか。 福祉施設に入るためには、資産が多すぎると入れませんよ、この保険に入れば資産減らしに施設に入りやすくなりますよ、などの和法がずっと継承されているということなんですね、えー、中瀬社長、こういう和法あるんじゃないですか。<結>上平取締役 あのお答え申し上げます先生からご指摘のございました、あの成績のいい社員についての、えーま、研修ということでございました。あのもちろんながらあの、モチベーションを上げていくために、えー、表彰式という形で、あのこうしたあの優秀成績者のですね表彰を行うというような仕組みは、あのグループとしては持っておりますあの。インストラクターについてでございます。んとしては、まあ、いろんなあの 営業和法を標準的なあのマニュアルに落とし込みまして、これを提供しておるわけですけれども、そうした中に、間違ったものではなく、正しい相続和法等も含めて、不遍をしているところでございますし、インストラクターについて、今お話にあったような、例えば不適切な営業手法を広める事例があった場合には、これはあの厳正に是正をしていくべく対処しているところでございます以上でございます。 山下君、えー、是正されてないんですよそれ、そういう人がもてはやされてね、でそういう人がねこう、評価されることが嫌気をに嫌気をさせてね、もう辞める方もいるんですね、真面目な郵便局員が嫌気をさすような、まあ、私はこれはね、まともな営業とも、まともな職場とも言えない実態が、郵政の中ではびこる中で、こうした不正販売が起こっているということに、私は胸を痛めなければならない。 そう思っております、えー、最後時間参りましたので金融庁はですね、今郵政に調査に入っております郵政の職員に対し匿名でも良いから証言をとメールを届け証言を集めていると聞きましたこれ非常に大事でこの金融庁のメールのでの証言の募集には金融庁では一人一人の生の意見等が会社を良くするとの考えのもと 聴取したた意見とと日本郵政グループののの対話に活用すすするるめ社員声をものですとどうぞ安心して、秘密は守りますから、声聞かせてくださいねと、大事だと思いますよ。そういう実態をね、そこついてね、明らかにしないと、再発防止にはならない。ところがですね、一方、えー、郵政の職場で、今、かんぽ生命保険コンプライアンス統括部として、それぞれ職員に出されているのが、お客さんの苦情に基づき、 その契約に関係した局員に対して申し込み受理時の説明状況等を確認するため調査項目に回答させるアンケートでありますこのお知らせによりますと調査対象者が自ら違反行為を申告しかつ調査に十分に協力した場合にはその事実を調査対象者に有利な情状として考慮し会社の判断により処分の決定を猶予して 改善可能性を判断し、会社が行う募集人の資格に関する保険募集人に対する処分について、本来よりも軽減、または免除することがありますこういうことになってんですね。これあの、募集人資格をなくすなど、個人責任を問い、処分を行うための調査になっておりまして、なぜそういう不正販売に、えー、走ったのか、その経過や背景が全く問われないものになっております。これでで、ね、根本的なあ再発防止できるのかと 私は経営陣の責任こそ問うべきではないか、だって労働者に課題のノルマを供与してきたのは、経営陣の経営方針なんですからね、えー、そう思います。最後、もう大臣、せっかくですから、一問聞きます。私はですね、このままでは根本的な再発防止はできないと思います。やはり、個人、個々の労働者の責任にすることではなくて、するのではなくて、その背景にメスを入れる、底ついた総括が絶対に必要だと思いますが、高市大臣認識を伺いたいと思います。 高市総務大臣まあこれまで日本郵政グループが明らかにしてこられたことの中でも、やはり今回の,あのかんぽ生命保険のえ不適切営業問題については、新契約、実績に変調した営業目標などがえ要因の一つであったとされております。で今委員が さまざまな指摘をされました、あの研修会などもですね、それが事実であれば、あの先ほどパワハラと言われましたけれども、モラハラでもあり、大変深刻な問題でございます。私が就任してからのことで申し上げますと、10月4日にまあ調査の加速化、それから根本原因の分析。 改善策の検討などについて行政指導を行ったところでございますのでまあ、今後提出していただく、えー、報告内容を踏まえまして厳正に対処することへ監督責任を果たさせていただきます,ます山下君はい。